はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぽです。今回は PC での YouTube チャンネルの作成方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは YouTube チャンネルの作成方法を解説していく前に注意点を言っておきますが、 YouTube はかなりの頻度でページの仕様が変化するので、時期によっては解説している内容とは変化してやり方が変わっている場合もあります。この動画も1年以上前に投稿した動画のリメイク動画として投稿していますが、いつかは情報が古くなってしまう場合もあるので、あらかじめご了承ください。またこの動画では PC を使用して作成方法を解説していきます。今後スマホでのやり方を解説した動画を投稿する予定なので、投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。それでは実際のやり方を解説していこうと思いますが、 YouTube アカウントの作成方法、 YouTube チャンネルの作成方法、アカウントの確認方法、複数のチャンネルの作成方法という順番で解説していこうと思うので、動画の最後まで確認していってください。それでは YouTube アカウントの作成方法から解説していきます。まずは YouTube の画面にアクセスしたら、トップ画面の右上にあるログインをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、アカウント作成をクリックします。次に3つの選択肢が選べるようになっていますが、基本的に13歳以上で個人で YouTube を利用したいなら自分用をクリックします。もしも13歳未満の子供のためにファミリーリンクを使用して管理するために、保護者の方がアカウントを作成したい場合は子供用をクリックしてほしいのですが、今回は自分用を選択して解説していくので、子供用をクリックする人は画面の指示に従いながら自力で設定するようにしてください。自分用をクリックすると Google アカウントの作成画面が表示されます。この Google アカウントが YouTube アカウントになるので、まずはアカウントの名前から入力してください。ちなみに本名を入力する必要はないので、好きなニックネームを入力してもらって構いません。次にメールアドレスについてですが、自分が持っているスマホのメールアドレスを入力してください。もしもスマホのメールアドレスは使用したくなかったり、メールアドレスを持っていないという場合は、代わりに新しい Gmail アドレスを作成するをクリックすると、 Gmail アドレスを作成できるようになっているので、半角英字や数字、ピリオドを使用して好きなメールアドレスを入力してください。ちなみに Gmail は無料で利用できるフリーメールサービスとなっており、スマホのメールアドレスと同様にメールのやり取りも行えるようになっています。この後に Gmail アドレスの使い方といいますか、初期設定の方法を簡単に解説するので、ここで入力した Gmail アドレスはメモしておくのがおすすめです。次に半角英字、数字、記号を組み合わせて8文字以上でパスワードを設定してください。できたら次へをクリックしましょう。次に本人であることを確認するために電話番号の確認という画面が表示されます。なので電話番号を入力して次へをクリックしてください。すると入力した電話番号宛に確認コードが記載された SMS が届くので、確認コードを入力したら確認をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、電話番号と再設定用のメールアドレスは省略可能となっています。この部分はアカウントのセキュリティ保護のために使用される情報となっていますが、後から設定することもできるので、今回はこの部分は省略して進めていこうと思います。内容を確認して必要だと思う人は必要に応じて入力してください。次に生年月日と性別は入力が必須になるので、情報を入力したら次へをクリックしてください。するとプライバシーポリシーと利用規約が表示されるので、内容を確認し、問題ないのであれば一番下にある同意するをクリックしてください。すると YouTube アカウントを作成することができ、 YouTube の画面が表示されます。この YouTube アカウントを作成した状態では、動画の再生や高評価や低評価などの動画の評価、チャンネル登録、これらのことができるようになっています。しかしこの後に解説する YouTube チャンネルを作成しないと、動画のアップロードやコメントの投稿、再生リストの作成といった機能を使用することができないので、これらのことを行いたい人は YouTube チャンネルの作成方法を確認していってください。 Google アカウントを作成するときに Gmail アドレスを新しく作成した人もいると思いますが、 Gmail はスマホのメールアドレスと同様にメールのやり取りも行えるようになっているので、簡単ではありますが Gmail の使い方を解説していこうと思います。まずは説明欄に Gmail のトップ画面のリンクを記載しておくので、こちらをクリックしてこの画面を開いてみてください。次に画面右上にあるログインをクリックします。
すると先ほど作成したアカウントで Gmail にログインすることができます。もしもメールアドレスやパスワードを入力する画面が表示された場合は、先ほどメモした Gmail アドレスと設定したパスワードを入力してログインしてください。ちなみに画面中央にこのような表示が出ていますが、スマート機能を有効にするにチェックを入れて次へをクリックしてください。次に Gmail、チャット、Meet のデータを使用して他の Google サービスをパーソナライズするにチェックを入れて完了をクリックしましょう。するとこのような画面が表示されるので再読み込みをクリックします。するとページが更新されて Gmail が使用できるようになるので、このページをブックマークしておくのがおすすめです。初期設定は以上になるので、あとは必要であれば Gmail の使い方を調べてメールサービスを活用してみてください。少し話が逸れてしまいましたが、次に YouTube チャンネルの作成方法を解説していきます。 YouTube の画面を開いたら、画面右上にあるアイコン画像をクリックしてチャンネルを作成をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、 YouTube チャンネル用の新しい名前を入力してチャンネルを作成をクリックしてください。ちなみに画像をアップロードをクリックすることで PC 内に保存している画像をアイコン画像として設定することもできるので、必要であれば設定してみてください。チャンネルを作成をクリックすると、新しく作成した YouTube チャンネルにアカウントが切り替わり、チャンネルのホーム画面が表示されます。ちなみに YouTube チャンネルまで作成した今の段階ではこれらのことができるようになっています。しかしこの後に解説するアカウントの確認を行わないと、15分を超える動画のアップロードやカスタムサムネイルの追加、ライブ配信、コンテンツ ID の申し立てに対する再審査請求といった機能を使用することができなくなっています。特にこれから動画投稿したい人やライブ配信を行いたいという人はアカウントの確認が必須になるので、この後解説するやり方をしっかりと確認していきましょう。それではここからはアカウントの確認方法を解説していきます。まずは画面右上にあるアイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックします。初めて YouTube スタジオを開くとこのような画面が表示されますが、続行をクリックしてください。すると YouTube スタジオの画面が表示されますが、画面左下にある設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、チャンネルの項目をクリックし、機能の利用資格のタブをクリックして、スマートフォンによる確認が必要な機能のプルダウンマークをクリックすると、電話番号を確認という項目が表示されるのでクリックしてください。すると電話による確認という画面が表示されますが、確認コードの受け取り方法と国、電話番号を入力してコードを取得をクリックしてください。今回は SMS で受け取る方法で解説していこうと思います。すると選択した受け取り方法で確認コードが送信されるので、その確認コードを入力して送信をクリックしましょう。正しい確認コードを送信できればこのような画面が表示されます。あとは画面を閉じてもらって大丈夫です。ここまでの作業でこのようなことが YouTube で利用できるようになりました。しかしライブ配信に関してはアカウントの確認を行った後に24時間程度は待たないとライブ配信を利用できなくなっているので注意してください。ただ24時間以上待ってもライブ配信ができないという人や、最悪の場合は1週間以上待ってもライブ配信ができないという人もたまにいます。ですがこちらからは何も対処することができないので、 YouTube 側の処理が終わるまでひたすら待つようにしてください。次に YouTube チャンネルを複数作成したい人もいると思うので、そのやり方を解説していこうと思います。まずは YouTube スタジオの画面ではチャンネルを複数追加することができないので、 YouTube のトップ画面やチャンネルのホーム画面に移動してください。次に画面右上のアイコン画像をクリックし、設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、アカウントの欄であることを確認して新しいチャンネルを作成するをクリックしてください。するとチャンネル名の作成という画面が表示されるので、このように新しいチャンネル名を入力し、チェック項目にチェックを入れて作成をクリックしましょう。すると新しい YouTube チャンネルを作成することができました。ちなみにこの時点ではアカウントの確認が終わっていないので、また同じようにアカウントの確認を行うようにしてください。あと複数の YouTube チャンネルを作成したら、それぞれのアカウントを切り替える方法を確認しておく必要がありますが、やり方としては画面右上のアイコン画像をクリックしてアカウントを切り替えるをクリックすると、今まで作成してきた YouTube チャンネルを選べるようになっているので、実際にクリックして切り替えるようにしてください。
はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube の各種設定方法や録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。